実演4枚の500円玉と2枚のカードを使用します。で、2枚のカードで500円玉に目隠しをするわけですね。で、500円玉4枚に対してカードは2枚しかないので、どんな風に目隠ししたところで500円玉2枚は常に見えている状態となります。では500円玉のうちの1枚をハンカチの下持ってて、えいやーってやってあげます。で、そうするとどうなるかっていうと、500円玉がハンカチを貫通してしまうわけですね。ではもう一度いきましょう。こちらの500円玉もハンカチの下持っていって、えいやーってやってあげます。そうするとやっぱり500円玉がハンカチを貫通してしまいます。最後は貫通ではなくて瞬間移動しましょう。この瞬間に最後の500円玉が瞬間移動します。はい、では解説していきます。コインとカードを使った非常にクラシックなトリックです。過去にカード4枚使ったバージョンも解説してますので、そちらも合わせてご覧ください。この手のトリック、バリエーションは無数にあるんですが、まずは基礎を学ぼうということでこちらを解説します。今回の現象はあくまでコインが飛び移っていくというよりはハンカチを貫通するという現象です。用意するものはお好みの4枚のコインとお好みの2枚のカード、そしてお好みのハンカチとクロースアップ用のマットです。マットなくてもできるんですが、音のストレスかかりますのであった方がいいです。そしてハンカチの大きさ、これちょっと大きすぎるかなとは思いますが、好きなサイズのハンカチで構いません。あんまりね、小さすぎるとやりにくいとは思います。そしたらまず全ての道具を調べてもらうことが可能です。コインカード調べられたら、コインをこんな感じで適度な位置に並べます。そしたら2枚のカードを使うんですが、必ずではないんですが、置いた時に何もないと思われるのは嫌なので、2枚のカードこんな感じでもっこりさせておくと楽に行えます。そしたらこのマジックで一番重要になってくるところなんですが、まず説明をする段階でシークレットムーブ、秘密の動きを行います。あくまでこわばったり緊張することなく、ただ説明を行っているんだという空気感を出すことが非常に重要になります。そこさえクリアできれば種を悟られる心配はありません。それでは演技ですが、まず演者から見て左側の2枚のコインに2枚のカードをこのようにかぶせます。そしたらこのように言います。コインは4枚だけどカードは2枚しかないので、どのようにしたところで常に2枚のコインは見えてますよねと説明しながら、この際に1枚のコインをスチールしていきます。もうここにコインはありません。この1段目の動きが非常に重要になってきます。ここにある状態で右手上左手下でこのようにして、で、コインを掴んできます。で、押すと持ち上がるんですが、まあ、そこまでしなくても簡単にも取れます。で、その後に左手のカードを前に持っていってカバーしながらこのようにやってください。絶対やっちゃいけないのはこういう動きですね。いや、もうないやんとなってしまいます。このようにあくまで説明を行いながら流れる動きで、2枚のコインは常に見えてる状態ですねと言って、このように動いていって、ここにコインを置いて重ねます。で、ここを置くときにコインの音鳴らないように気をつけてください。で、次ですが、こちらのコインを取り上げてハンカチの下に持っていきます。で、ハンカチの下でどうするかっていうと、私がやった動きはこのようにハンカチ持ち上げて、こう、今ハンカチ持ち上げませんが、こうやってシューって持ってって人差し指でチョンってやって、このまま戻しながら右手の中指に乗っているコインを左手の人差し指中指の間にこのようにクリップします。で、この状態でハンカチで保たれているですね。そしたらこのまま示します。で、示したらカードをこっちに持っていきます。で、持っていったら角度に注意しながらこのようにカードを引っ張ってきます。で、ここでまあ持つ場所によって、まあここから見えてしまいますので、そこら辺で鏡見て練習してください。で、こう上に上がっててもダメなので、ここ手首注意しながら、引く際もどのように引いてあげると角度に強いか、まあ、基本的にはまっすぐこのように引いてあげればいいと思います。お客様がどこにいるかも注意しながら行ってください。この今の一連の流れを喋りながら行います。実際にハンカチの下で行うと、まずハンカチを持ち上げてコインを下に持っていって、人差し指でチョーンとやって中指にあるコインを挟んで、このまま手を取り出してコインが貫通したことを示してカードをここに持っていきます。で、持っていった角度に注意しながらこのように引っ張ってきて、コインをここにあるとちょっと音鳴りやすいので上に持っていきつつ、このままカードを持っていって、片手でやってもいいんですが、片手やるとちょっと難しいんで、まずコインをこのように置いてあげながらカードを右手で支えて、こんな感じでカードを置く感じですね。説明は難しそうに感じるかもしれませんが、やってみるとね、非常に簡単に行えます。で、これはあくまで僕がやっている方法で、一般的にはおそらく最初に挟んでから持っていくパターンが多いです。僕は取り出す際に挟んでますが、最初にこのように挟んだ後にちょんとやって、そのまま手を取り出す。で、これが一般的です。で、カードをこのまま見えないように持っていって、こんな感じで置いてあげるわけですね。で、どうしてもこれコインを挟むことできないとか角度が心配だっていう方は、このままハンカチを持ち上げた際に
フィンガーパームのところにコインを置いていって、チョンってやってあげて、このままカードを持っていって、フィンガーパームのところを持ってくれば、このまま置くことができます。それはそれで簡単で角度も強くはなりますが、ここら辺の動きの際に、やっぱこう下に持ってってるわけではなくて、若干重なる部分がありますので、好みでやってください。まあ実際これが一番簡単です。そしたら次のコインですが、カードはもうここに3枚ありますので、先ほどと同じ動きです。ハンカチを持ち上げて、コインを下に持っていって、ちょんとやって戻すときに中指からコインをこちらに挟みます。でこちらのカードめくると3枚になっています。でカードはここに持っていきます。で持っていったらこのまま角度に気をつけながら取ってきます。で取ってきたらここもまあこう揃えてあげて置いてあげた方が楽ですね。まあ別にこのままやってもいいんですけれども、こう持っていってあげて、でまた支えてあげてコインを置いてこのようにします。ここまで来たらもうあとは好きなようにやってください。押し付けてあげてコインが今度ハンカチの下に貫通して移動して上がってきましたでもいいですし、普通に指を鳴らして最後は瞬間移動ですと言って4枚のコインを飛び移してもいいと思います。解説しといてなんなんですが、ぶっちゃけねこのハンカチを使った手順をやるっていうよりは、多くのマジシャンがねテレビとかで演じているハンカチなしの手順の方が全然いいんじゃないかなとは思ったりするんですけれども、基礎を学ぶことも大切だと思いますので、ぜひやってみてください。で、3枚のコインを使います。で、この3枚のコインのうちの2枚のコインを手の中にしまってあげて、1枚のコインはポケットの中にしまいます。そうすると手の中2枚のように見えますが、シェイキングしてあげると、これで3枚。1枚のコインがポッケから手に飛び移ってくるっていうマジックです。もう一度いきます。1枚、2枚のコインは握ってあげます。そして1枚のコインはポケットの中にしまいます。そうすると手の中2枚のように見えますが、シェイキングしてあげると、これで3枚になります。もう一度いきます。1枚、2枚のコインは握ります。そして1枚のコインはポケットの中にしまいます。そうすると手の中は2枚のように見えますが、シェイキングしてあげると3枚になるわけですね。これ何回でもできます。1枚2枚握って3枚目のコインをポッケにしまいます。そうすると手の中は3枚3枚1枚、実際はおしまい。はい、では解説していきます。これも非常にクラシックなコインマジックです。過去に似たような手順で神玉バージョンも解説してますので、よければそちらも合わせてご覧ください。マジシャンなら誰でも見たことがある、演じたことのあるようなネタなんですが、残念ながら3枚のコインではできません。1枚余分なコインを必要とします。そして今回は撮影静かですので、音のカモフラージュとしてポケットの中にあらかじめ数枚のコインを入れてます。別にこれなくても問題ありません。ただカモフラージュの音あった方が楽に行えるっていうだけです。そしたら手順になりますが、まず1枚の余分なコインを左手にフィンガーパームしておきます。この状態で演技スタートです。右手で3枚のコインを取り上げます。取り上げたらこのように示してユーティリティムーブを行います。このように1枚フィンガーパームした状態で残り2枚を左手に渡すんですが、基本的には1枚のコインをフィンガーパームのポジションに持ってって2枚を落とすんですが、私は親指で押し付けた方が楽なので、親指でコインを保持してこのようにして2枚のコインを左手に移すわけですね。動き的にはまず3枚のコインを右側の観客に見せて、そして左側の観客にも見せるという意味合いが一番やりやすいんですけれども、こう1枚のコインを保持したまま2枚のコインをパスしてこのように示します。でこちらのコインはフィンガーパームに移します。3枚のコインがありますと示したらテーブル上に巻きます。このような流れで左手にあったフィンガーパームのコインを右手のフィンガーパームに移します。なぜこの動きが必要になるかっていうのは後ほど説明します。そしたらこの3枚のうちの2枚のコインをこのように取り上げて、2枚のコインは握りますと言って2枚のコインを放るんですが、それと一緒にフィンガーパームされているコインも放って握ります。流れでやると2枚のコインは握っておきます。このような動きです。そして1枚のコインはポケットの中にしまいますと言ってフィンガーパームした状態します。でその際にこのように音をさせます。この音によって後々楽に行います。でフィンガーパームした状態で持ってきます。あとはお好みの演出を入れてあげてポケットからコインが飛び移ってくるという現象となります。この段階ではこのように示します。で示したら先ほどと同じようにユーティリティムーブでこのように移します。で1枚フィンガーパームされた状態ですね。右側のお客様に見せたというニュアンスです。3枚になってます。そしてテーブル上に並べます。そしたらフィンガーパームされているコインと一緒にこう軽く握ってこの溝にコインを入れます。1枚2枚といって2枚のコインを握るといって、まあ、同時に落とします。そうすると音が鳴っても何ら不自然ではありません。そしたら1枚のコインはポッケにしまうんだといって先ほどと同じ動きですね。フィンガーパームした状態で持ってきます。手には2枚あるように見えますがおまじないかけると3枚になってますといって今度はテーブル上に取り出します。そしたら反対の手で同じ動きを行うわけですね。1枚のコインを乗せて2枚のコインを乗せて一
緒に握ってあげます。そして3枚目のコインは左側のポケットに普通にしまってきます。2枚のように見えますが実際には3枚といってまたテーブル上に並べます。そしたらラストですが、まず右側のコインを取り上げてクラシックパームの位置に持ってきてフェイクトスを行います。1枚2枚といって、この2枚目のコインはこのようにフィンガーチップレストを持ってったらクラシックパームされているコインを落として音を鳴らせます。このようにして2枚を握ったように錯覚させます。流れでやるとまず1枚、そして2枚です。手をしっかり広げないようにこんな感じでね、中身がよく見えないような感じで音をさせます。今までの流れがあるのでお客様は2個握って1個しまったんだなと全く疑いません。そしてこのコインを3枚まとめてポケットの中にしまうんですが、このカモフラージュコインがあることによって適当に放っても大丈夫です。音のカモフラージュがない場合はそっと置いてください。この3枚のコインをポケットの中に一緒に入れます。1枚のコインはポケットにといって、あとはフィナーレです。今手には何枚あると思いますかと聞くと、今までの流れで大体3枚とかね、まあ1枚って答える人もいると思います。正解はおしまいですと言って演技を終了します。で、演技が終了すると右側に3枚のコイン、左側のポケットに1枚のコインが残るわけです。なのでこのまま繰り返したい際に左手のコインをこのようにパームした状態から始まりますので、最初の動きでこのようにパームを移しているっていうことです。で、ここ省きたい方は最初からこのような状態で3枚入れてあげてもいいと思います。このあたりをお好みでやってください。あとはこの手順の間にいろいろ挟むことはできます。で、例えば流れでこう2枚を握って1枚をポケットにしまいます。3枚になります。ユーティリティムーブを行います。そしてテーブル上に乗せます。で、同じ動きでまた3枚になります。で、ここで2回目実演ではテーブルに置いてますが、ここでもう一度ユーティリティムーブを行い、フィンガーファームに1枚移して、この3枚のうちの1枚のコインで例えばコインの貫通を行ってあげて、このまま右手にフィンガーパームを移して、で、このままさっきの流れで2枚を握って1枚は左ポケットに普通に入れてくる。このように途中で他の現象を挟むこともできます。音の不安がないので一番簡単なのは神玉の手順ですが、コインでもサイコロでも皆様のお好きなフィギュアとかでも何でもできますので、この一連の流れだけ覚えておけば色々できると思いますので、ぜひやってみてください。ボーン！でした。